問題になっております原子力規制委員会の委員長候補の田中俊一をですね、今日犯罪者として追加告発しました。そもそも事故を起こした責任というのは、まあ、仮にこの 一例だけ出しますと、上岸巨大津波を無視してきたということが、もう以前から分かっていたんですが、この事故が起こりましてから明らかになりました。スマトラ島沖で巨大地震津波が起こりまして、20万人以上の人が犠牲になった、そういう大津波が起こりまして、それから見直しが始まったんです。これは大変なことであるということで、国もですね、この津波を目撃して実際にこれを無視することはできないということで、学会も全部動き始めたんです。で、その中で東電が大津波を想定していたんですね。要するに2006年の段階からですね、福島では津波で電源喪失が起こることを認識していながら対策を取らずに 大事故を起こしてしまったということが明らかになったわけです。で、原子力委員会のちょっとご説明しておきますと、田中俊一というのはここにちょっとリストにあるんですが、2009年現在の原子力委員会委員長代理と書いてここに入って、2007年1月1日からですね、彼が就任しているんですが、もともとはですね、代理っていうと皆さんなんか軽々しい役職に感じられるかもしれないんですが、もともと歴代の原子力委員会の委員長っていうのは初代は正力松太郎です。で、正力松太郎は原子力のことは知りません。いわゆる専門家ではありません。その後見てもお分かりのとおり、三木武夫とかですね、中曽根康弘、政治家ですよね。要するに佐藤栄作もそうですけど、要するに総理大臣クラス。これは何なのかというと、原子力委員会の委員長っていうのは今までですね、科学技術長官がもうそのまま名目的に座るというポストで、実際はですね、原子力委員会委員長代理がナンバーワンなんです。実際にこの委員会を取り仕切ってきた、それがですね、2001年の省庁中央省庁再編でここから変わりまして、いわゆる原子力の専門家と称する我々から言わせると一番の悪がですね、トップに座るというふうになって、その時に、現在の委員長である近藤俊介がですね、2004年から、つまりスマトラ島沖の、巨大地震津波を目撃したその人間の統括トップに立って、その下に入ったナンバー2が田中俊一だったんですね。ということで今回ここに名前を入れて、すでにですね、近藤俊介は先に出した受理された、告発状に名前を入れてたんですが、田中俊一がにわかにですね、今出てきたのでとんでもないやつであるということを皆さんに知ってもらうためにですね、ここに追加告発したわけですが、この田中俊一っていうのはとんでもない悪いやつだと、要するにこの日本全土を被爆させた、まあ、最高責任者であるわけですね。去年ですよ、私たちはこういう形で放射能をずっと浴びたんですね。日本中の人はこの放射能は望んで浴びたんじゃないわけです。これは社会的制裁を加えていくと、そこが一番大事だと思います。だからそういう意味でも安田さんがさっきおっしゃったガサ入れですね、これをみんな見たいと思ってます。一日も早くね、テレビで見たい。その時からやっぱりまた変わると思います、世の中は。だから我々はこれからどうなるかということは論評はしません。ただそういうことを支えていくのは一人一人の国民の意思だと思います。それしか言えません。はい、では私たち第一次の国葬は終わりましたけれども、これから第二次国葬をしたいというふうに考えているんですね。それは全国展開をしていきたいと思っています。福島県民はほとんどみんなその被爆の中に生きているわけですけれども、放射能というのはほぼ日本中に降りました。そして日本中の人がこの原発事故によっていろいろなことを感じ考え、そして傷ついたこともあるし、とても困難を強いられていることがあると思うんですね。で、そういう人たちとつながって、ぜひたくさんの人でこの
事故の責任を追及していきたいというふうに考えています。そしてそのたくさんの人がこの事件を追及したいのだというその世論の高まりが検察の後押しをしていくことになるのではないかというふうに思っていますので、これからその第二次告訴に向けて今準備をしているところなので、各地に、約8つぐらいの事務局を作る予定なんですね。でそれが揃いましたらまた改めて記者会見もしたいというふうに考えております。